はい、皆さんこんにちは。12月もね、もう最後の土日に、ね、なっていますけども、で今日はですね、1年の締めくくりという、ね、感じで、今年買ってよかったアップル製品ベスト5というのをね、個人的にね、決めたいという、ね、ところで、これはあくまでもね、私にとってよかったかという、ね、話ですけど、あとはね、それ以外のものについてもね、一通り、こんな感じでしたというのをね、まとめていきたいと思っています。はい、ということで、まずはね、第5位からですけども、こちらアップルウォッチシリーズ7でございます。これはとにかくね、画面が大きくなったってことでね、このエッジの湾曲した部分なんかでもこう表示するね、このちょっとね、美しさがあるということでね、このあたりはね、買ってみるとね、結構迫力あって満足のいく内容となっていましたね。で、買う前はね、シリーズ6と大して変わんないんじゃないかと正直思ってたんですけどね、買って使ってみるとね、やっぱり画面の大きさに伴う操作のしやすさとかね、またこの未来感なんかがね、結構良くて、そして充電速度のね、改善っていうのも、使ってみるとね、実感湧くという部分はありますよね。これ30分でこのように 50% 以上行ったりとかね、45分で 80% 以上って、このアップルが言ってる通りで、フル充電もね、1時間4分ぐらいで終わるので、これ入浴時にね、継ぎ足し充電をして、1台で睡眠計測まで運用っていうのも、できないこともないというね、感触ですよね。でやはりね、シリーズ3とかね、シリーズ4以降で考えると、間違いなくね、こう進化してきたなというところでね、成熟したなとね、思えるところですよね。で、あとはね、このアルミのグリーンっていう色がね、非常に気に入っていまして、黒のように見えてハイライトはグリーンみたいなね、色なんですけど、これアップルってやっぱりね、アルミの加工って非常にうまいなというふうに思いますよね。で、ただね、この色の場合には合わせてね、ぴったりのバンドの色っていうのはちょっとね、限られてくんで、この辺りで回してますけども、予想以上にね、このノマドのスポーツバンドというのの、このアッシュグリーンって色がね、ぴったりだったんで、もうこればっかね、使っている感じにはなっていますけども、シリーズ7、なんか派手さないんですけどね、非常に気に入った製品となっていますね。はい、そして第4位はこちら、AirTag でございます。私の場合ね、鍵関係とかね、テレビ関係のリモコン、そしてバッグなんかにつけていますが、今のところね、万が一の紛失盗難っていうのはね、味わってないんですけども、ただね、やはり近距離で探すという機能が非常に良くて、この鍵なんかね、うっかりジャケット関係のポケットに入れたり、バッグに入れっぱなしになっていたのが、あれどこだろうという時にね、探すのに非常に便利だったりしますよね。あとは、テレビのね、リモコンなんかについても、至近距離で探すっていうのがね、非常に良くて、ソファーのね、このクッションの間に挟まったりしたような、これはちょっとね、強引につけてますけども、それ探すのにね、非常に便利なんでね、意外とね、至近距離のが活躍してるイメージですかね。このようにサウンド再生すると音が鳴るようになっているんでね、これを頼りに、どっかに行ったものを探すというのはね、非常に便利なものでしたね。はい、でお次第3位は意外と思われるかもしれませんけども、 AirPods の第3世代でございます。これがね、買ってみたら予想以上に良かったってことでね、今私が一番よく使っている AirPods がこちらの第3世代になるんですよね。で、これはとにかくね、第2世代までの弱点っていうのは、やはりちょっとね、私の耳にはちょっとスカスカな感じがあってね、装着感は軽いんですけども、フィット感がいまいちだったのが、完全に解消してきたというところで、それによってね、外の音がやたら入ってこなくなってきたってことで、例えばメモリーが 62.5% のところで、こういう駅のホームでもね、これ電車が入ってきた時、80dB ぐらいのところでもね、ちゃんと音楽が聞こえていますし、あとはさらに上の通過電車なんかがね、ホームの脇を通る時の86以上とかでも、これもね、ちゃんと音楽が聞けたりするというね、感じになりましたよね。で、あとはね、何がいいってね、音が非常に良くなりまして、やはりね、Apple のイヤホンっていうと今までね、音が物足りないなんてね、言われがちでしたが、この AirPods Pro と比べてもね、今回の第3世代の音がいいぐらいなんですよね。そんなのもあってね、私はこればっかね、使ってるんですが、
でもちろんね、現行ラインナップの中で言うとノイズキャンセリングできるのはね AirPods Pro だけですからね、まあ、そういう意味ではもうねノイズキャンセリング必要な方は Pro 一択という感じで、でまあこれすでにね持っている方が、まあ、第3世代購入っていうのは、まあ、あんまり現実的ではねないと思うんですけど、ただノイズキャンセリングについては先ほどの通りね、駅のホームなんかでも音はちゃんと聞こえるようになってきているんでね、まあそれはまあ一つクリアしていて、でさらにまあ最近ちょっとね物騒な世の中になったんで、私は電車の中とかでもね外の音ある程度聞いときたいんでね、ノイズキャンセリング使わなくなってるんで、まあそういう人にはねぴったりの存在というね感じはあるでしょうかね。でまあ、プロの、ね、次世代っていうのも来年の後半なんて噂にも変わってきてるんでね、まあ、これがちょっとバッテリーへたり気味になってきたなんて方で、ね、ノイズキャンセリングそんな使わない方はね、まあ、つなぎに購入するのもね一つの選択肢ではないかとは思いますね。はい、でお次はね第2位ですけど、こちらがね M1 Max の MacBook Pro ということで、まあこのね画面もねミニ LED になって非常に綺麗だったりしますし、まあなんといってもねこの Apple Silicon M1 Max のこの性能がすごいんですよね。もうちょっとね度肝を抜かれるようなノートブックに仕上がったという感じで、でまあ、性能についてはねレビューでいろいろやりましたけども、 4K の5分間動画のレンダリングについては16コアの Mac Pro に迫る勢いです。そして、まあ、ただね H264 の5分間の書き出しなんかだと、これはまあなんかちょっとね平凡な結果には終わってたんですが、まあ、ところがね Apple が言う通り ProRes 422とか Pro 向けのコーデックで言うと、もうねこれ Mac Pro をね上回っちゃったりして、まあ、これびっくりするようなね短縮だったんですけど、ただこれはあんま使わないコーデックなんでね、ところがまあ自分がよく使っている MP4 の H264 とかね YouTube に上げてるやつもねこれ短縮してきたんで、まあついにね MacBook にデスクトップの最高峰がね負けちゃうのかなんていうね部分もありまして、でさらに 4K 動画のレンダリングなんかでもね電力効率が非常に良くてね、せいぜい 70W 弱ぐらいなんですよね。で 4K 動画のプロレス書き出しにおいてもこれせいぜいね 80W ぐらいしかねいかなくて、対してね Mac Pro の方はこれが書き出しなんかだともう 200W 超えてきますし、レンダリングだと 400W から 500W の、ね、間ぐらいですから電力効率がね全然違うんですよね。まあそういう背景もあってか、これ発熱とにかくねしなくてファンもねほとんど回らないというところでね、まあとってもね快適な Apple Silicon 搭載の MacBook Pro ですよね。まあ発熱キーンの挙動不振っていうのもね基本的にはほとんどないですよね。なんでねこの、まあ、Mac Pro の存在意義っていうのがねちょっとまあ問われるような感じにはなってきています。まあもちろんね私の場合にはまあ仕事で使ってますから、まあ、この2大体制にしとかないとねいけないんで、まあ、この Mac Pro はまあ当然ね維持していくんですけども、まあ、MacBook Pro の方をね使う機会がまあ非常にね増えているというね感じの現実がありますかね。まあもちろんね拡張性って面ではね、まあこの図体でかくて、まあいろんなカード入れられて、まあ無限大に近いねものが Mac Pro にはありますけど、まあ私の用途で言うと MacBook Pro でもかなりの拡張性はカバーできてるかなという感じで、まあそれがねこのお値段ね半分ぐらいで買えるっていうのはまあすごい Mac だなとは思いますよね。まあ、ハイエンドのデスクトップの快適感がこの MacBook Pro でも味わえるようになったのはもう本当ねインパクトありましたかね。はい、そして栄えある第1位はこちら iPad mini 第6世代でございます。イエーイというねことで、もう私はね初代の iPad mini からのファンなんですけどね、まあこれがもうかなりね成熟して進化して出てきたということでね、まあ何がいいってね iPhone よりも画面が大きいんですけど、まあ、タイピングなんかね本当にしやすいんですよね。まあ横でも縦でもね非常に打ちやすいですし、でも小さくて軽いのでセルラーモデル SIM を入れて持ち出しますけどもね、まあ、通信もできますからとても良くて、でこのカバー関係もねスマートフォリオが登場したことによってもうねこの状態で私は、まあ、ポケットがね確保できる場合にはもうバッグに放り込んでしまうというね感じになりますかね。なんといってもこのアルミの色がねパープルっていう色を選んだんですけどとても良くて、なんかグレーに見えるようなパープルに見えるような、まあ、そしてスマートフォリオのねこの色ともね合わさってとてもなんかね素敵なものになってんですよね。で持ち出す場合も、まあ、マスクなんかねしている時、まあ、これ顔認証じゃなくて指紋認証ですからね、まあ、ロック解除なども非常に簡単でとてもいいですね。
で、まあもちろんね、多くの方が潰しが効く1台っていうとね、こういった11インチの iPad Pro とか 10.9 インチの Air とかになるんですけど、ただね、Mac と一緒に持ち出す人なんかにとってはもうね、この iPad mini はね、最強の存在ってことで、まあ、iPad mini 第5世代であった不満点をね、すべて解消して出してくれたなんていう点がいいですよね。まあ一点だけね、ドルビービジョンの HDR のね、効いたもので、かなり暗いシーンの多い、こういったドラマなんかではね、ちょっとね、輝度がね、iPad Pro と100違うんで、まあ、そこがね、少し見づらい時がなくはないんですけど、まあそれがね、気にならないほど、まあこの iPad mini のサイズ感っていうのはね、非常に私にとっては魅力的で、まあ、なんかね、iPad の手軽さ、気軽さを一番体現したようなものがね、iPad mini なんじゃないかと思ってね、もう購入してね、本当に良かった iPad となっていますね。はい、そしてまあ5位以内にね、入れなかったものについてもね、ちょっと話しておきますと、まあ、例えばね、この iPhone 13 Pro と13 mini、まあ、13 mini はね、最近購入したってね、ご報告したばかりですけども、まあ、これね、進化したカメラなんかも非常に良くてね、気に入ってはいるんですけど、まあ、ところがね、この iPhone 13 mini を購入したってこと自体がね、まあ、私自身の、まあ、心の表れでもありますけどもね、まあ、やっぱりね、この iPhone 12 Pro からね、脈々と、ね、ずっと続いている、まあ、このデカさ問題っていうのがね、まあ、私の手の大きさだとね、片手操作ができないという問題が、まあ、ずっとあるわけですよね。まあそれもあってね、マグセーフ充電との両立を考えると、まあこういった取り外しのできるリングとかね、まあそういったものをつけなきゃいけなかったりしますよね。なんでまあ個人的なね、本音を言っちゃうと、11 Pro までの 5.8 インチっていうサイズがまあ好きだったんですよね。まあこれだと片手操作もね、リングなどつけずにできますし、まあ、なおかつね、カメラなんかについても、まあその時の一番ハイエンドなものがね、ついていて、このね、望遠もついていたりするわけでね、ちょうど良かったんですけど、で、まあこっちの13 mini についてはサイズ感はかなり好きなんですけど、まあカメラがね、望遠とライダーセンサーなかったりするんで、まあその辺はね、不足感あったりするってことで、まあそんな理由で、まあ13 Pro と13 mini は、まあベスト5インにはね、しなかったというね、ところですよね。まあもちろんね、これ手の大きさによっては片手操作全然できるサイズですし、まあこの画面の見やすさとのね、両立っていうのも、まあグローバル市場で考えたらね、まあ、ここが正解っていうのはね、Apple の選択肢は間違ってないと思いますけどね。はい、そして iPad Pro 12.9 インチにつきましては、まあ、M1 チップがね、入って、さらにミニ LED のね、ディスプレイ搭載されたってことで、まあ、かなりね、プロユースを意識した iPad となっていて、まあ、総合的にはね、非常に能力の高い iPad となっています。でミニ LED についてはね、とにかくね、黒がすごいってことで、最大輝度でのね、黒の黒さとハイライトの明るさっていうのはね、目を見張るものがあります。はい、そしてね、例えば4枚のローデータからの書き出し比較においてはもうね、ぶっちぎりの速さをね、見せているわけですよね。ただいかんせんボディサイズがね、 12.9 インチはかなり大きくて、でディスプレイの関係でね、重くなったっていうのもありましてね、まあ手で持って使いたい私にとってはね、ちょっと違う iPad になっちゃったってことでね。でまあミニ LED については MacBook Pro にも搭載されたんで、まあそれがあればね、まあ、そういったコンテンツは確認見ることがね、できるんで、なんでね、これは残念ながら秋口に手放してしまったというね、感じですかね。はい、で最後船外ですけど高評価だったものということで、まずはね、 iPad 第9世代ですね。もうこれについてはね、 A13 チップを搭載して、まあ、より速くなったほかですね、価格の方も 64GB で 39,800円というね、価格です。なんでね、もうこれは手軽に iPad を使い始めたい人、使いたい人にとってはね、まあ、ベストな選択肢になってくるんじゃないかと思います。まあ私の場合にはね、iPad Pro の2020年モデルのがあったり、まああとはね、先ほどの iPad mini のね、第6世代があったりしますんで、まあなんでね、どうしてもまあそこに割り込んでくるってことはないんですけども、まあスピーカーが縦向きの時のステレオになっていたり、まああとはね、フルラミネーションじゃないディスプレイだったりとかですね、まあそしてカメラの方には、このフラッシュがないとかね、まあ、そのあたり分かった上で購入するにはね、まあ、とてもいいね、iPad となっているんじゃないでしょうか。はい、であとは、ね、iMac の24インチについては、これも今ね、家族が使ってますけど、でこれはね、もう画面サイズとかボディサイズが、まあ、圧迫感なくてね、ちょうどいいですし、
結構ねスピーカーも音が良かったりと、なかなかねいいものに仕上がってるなって感じで、私自身もねこれフルスペックにして購入するか迷っちゃうぐらいだったんですけどね。まあ本体で24インチ 4.5K を確保しているので、まあ、作業領域はね十分取れるということ、まあ、あとは M1 で1枚しか外部ディスプレイつけられないですけどね、もうこれ2つでね 4K4.5K だとね、まあ、これもかなりね、使いやすい環境にはなると思うんですよね。はい、ということで、まあ、私にとっての、まあ、ナンバーワン、ナンバーツーっていうと iPad mini 第6世代と M1 の Max の MacBook Pro という、ね、感じでしたけども、まあ、全体的な印象としては、まあ、割と地味だったかなっていう、ね、のはありますかね。まあ、もちろんね、このプロ向けの部分っていうのはね、まあ、iPad Pro もそうですけど、MacBook Pro もしかり、まあ、非常にね、革新をした1年ではありましたけども、まあ一般的なまあスタンダードなね製品っていうと、まあ割とこうまあ地味めに進化したかななんていうねところで、まあやはりねラインナップ全体の底上げっていうのに力を入れた1年だったようなね感じはしますけどね。まあ正当進化の1年といった感じがいたしますかね。まあやっぱりね自分的にはまあ一番インパクトあったのはもう M1 Max の MacBook Pro がうわーっていうね感じはありましたんでね。まあやはりねさっきも言った通り、まあ、Mac Pro の、まあ、存在意義がねちょっとね問われるような事態になったというねところでね。まあだからね Mac は本当にね今後も、まあ、来年もねかなり噂いろいろ出ていますけども、まあ、期待できそうなね進化っていうことで、まあ、多くの方にね、まあ、快適な Mac の環境が提供されるんじゃないかというね感じがいたしますね。それでは今日はこの辺にしたいと思います。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。